私だって探偵団なんだから。そうと決まれば早速過去の桜本町に出発だ。さあ妖怪ガシャもちょっと回していこうかな。古びたコイン、5つ星コインの方が良かったね。うん、じゃあちょっと回していきます。今日6回回せる。赤玉はなんだ。おお、山吹鬼の金、金手に入れた。これは何だったんだ。あ、でも中吉か。ガシャコインが99枚でもうちょっとカンストしちゃってんな。一つ星コインとかは全然手に入んないけどね。小吉、これなんかあの山吹鬼の手形みたいなやつ 手に入るね。大吉だったら。うわー、いいの出てこないな。のがっぱ、こうやってあの直接妖怪が出てくるパターンも。あ、手形って妖怪そのものなんだ。じゃあ山吹、大吉の山吹鬼の手形も山吹鬼が出てくるんだね。赤、おお、コンが出てくんだけどな。残りあと何回だ。あと2回。せーの、赤、5つ星のアーク手に入った。じゃあ最後ちょっと回していきますね。これはなんだ。これ末吉なんだね。よし、じゃあ行こう。久しぶりに来たね。これはこれは、皆様よくぞいらしてくださいましたでうすこんにちは、うすたさん。いつきくんたちいますか。はい。お坊ちゃまたちでしたら、今日は例の妖怪の調査のためお出かけしてるでうっす。うん、例の妖怪って確かあのなんか狐の妖怪っぽい玉もっていうやつだね。前に話してくれた人の魂を奪う獣の姿をした妖怪のことだよね。シンのお母さんとイツキのお姉ちゃんの魂を奪った妖怪。あの時からずっとその妖怪のことを調べてるんだね。なかなか玉も見つかんないんだね。シンくんたち大丈夫かな。まあまあ、そんなご心配なさらずに、もしもの時はこの私が戦ってくれんのかな、この感じで。みんなのもの、やはり来ていたでござるか。君はスーさん。スーさんってあれだよね、なんか釣りバカ日誌じゃないよね。確かシンの守護霊のござる。ウォッチの力を感じたので、もしやと思えば今すぐ拙者と来てほしいでござる。ちょっとどうしたの。シン君たちは一緒じゃないの。シン殿たちは橋を渡った先でござる。ついに奴が出てきたんだ。獣の妖怪が現れたのでござる。みんなは大丈夫なの。まだ無事のはずでござるが、かなり危険な状況でござる。見つけたらどうするつもりなの。やっぱ敵討ちすんのかな。拙者だけでは万に一つも勝ち目がないでござる。すぐに助太刀に来てほしいでござる。なんかやばそうなんだけど、急ごう夏目さん。そうね。スーさん案内して。どうやって戦おうとしてた。本当にこのスーさんだけで戦おうとしてたの。無茶でしょそりゃ。おい、何やってんだ。早く妖怪を呼び出せ。でもダメだ、全然ウォッチが動かない。なんだろう、電池切れかな。こんな時でもか。なんで、前はちゃんと使えたのに。くそ、動け動け。くそ、出たなこのダメウーマン。これお腹に口があるって相当怖いよね。
ついに姿を現したな、化け物め。私の名前は、たまものまえ。気軽にたま持って呼んでくれていいよ。お前が母ちゃんたちの魂を奪った妖怪。くそ、妖怪落ちさえ使えれば。弱いっていうのは哀れだね。何？かわいそうに。戦う力のない奴は何もかも奪われる。お前たちは何もできずに私に食われるのさ。そんな、俺は妖怪ウォッチに選ばれたんじゃないのか。許さないんだから。シーンはよくなんかない。今はちょっと調子が悪いだけなんだから、運が良かったわね。私だって。シーンにばっかり頼ってちゃダメ。ここは私が相手になる。タイは何と言っても妖術使いだからね。こう見えても。おい、どうするつもりだ。私だって見習いだけど妖術師だもん。厳しい修行だってしてるんだから。ほう、そうかい。なるほどね。お前、妖術師なのかい。それはさぞうまい魂なんだろうね。あのお方もお喜びになるだろうさ。ああいう感じで奪っていくんだね。大丈夫、大丈夫じゃないよね、どう見ても。探偵団、来てくれたのか。これはまたゾロゾロと、うまそうな人間たちだね。こいつが獣の妖怪？どうしたんだよ、しっかりしてくれ。タエちゃん、大変どうしたの？私がその娘の魂を食ってやったのさ。そして、次はお前らの番だ。おい、戦うことなんのかよ。前回戦った女郎雲より強かったらどうしよう。いやでも見た目的には女郎雲の方が圧倒的に強そうだけどね。さあ、うん、あー、そんなでも強くないぞ。頑張ろうね。これ一瞬で倒せんじゃないかこれ。さあ、玄武でいくか。よし、おらー、全然立ち上がんないよ。おりゃーってー、なんか吹っ飛ばされた。さあ交代、ウリ棒出して。あ、でもやっぱ強いな、トーマー。あとヒットポイント、やばい、あと1しかないんだけど。下がって、やっと、ウェイ、よし、ケイタ君出して、みんな変化、おお、ヒットポイントは少なめだったけど攻撃力結構高かった。タマモ、タエちゃんを元に戻しなさい。人間風情が。この娘の魂はもう私のものさ。渡す気なんざさらさらないね。タマモ、タマモがあって 1,2,3,4,5,6,7,8,9 九尾だこいつも。お前のものじゃない。今すぐ元に戻さないと許さないぞ。ふざけるな。ひよっこがでかい口叩くんじゃないよ。娘がこんな姿になったのはあんたが弱いからさ。俺が弱いかな。ったく、無駄な時間食っちまったね。もうあんたらには付き合ってらんないよ。逃げられちゃった。タエがいない。何？まさか持っていかれたのか。魂だけじゃなくて体も持っていくんだね。お前らにこの私を捕まえられるかな。妖魔界でお前たちが来るのを待ってるよ。ま、人間が来られたらだけどね。妖魔界今回行くの初めてだよな、確か。まずいぞ、妖魔界だと。タエは妖怪の世界に連れて行かれたってことか。
俺のせいだ。俺が妖怪ウォッチを使えなかったから。なんで妖怪ウォッチ使えなくなっちゃったんだろうね。しっかりしろシン、今は落ち込んでる場合じゃないだろ。わかってるよ。そうね。まずはどうするか考えないと。みんな俺の屋敷に来てくれないか。そこで話そう。タマモ前、タマモだったか。やつは妖魔界で待ってると言った。つまりタエもそこに連れて行かれたってわけだ。妖魔界、妖怪たちの世界か。問題はタマモの言う妖魔界にどうやって行くかだよね。ところでお前たちはこの時代に何の用があったんだ。あ、実はね、何しに来たんだっけ。あ、書物探しに来たんだ。わかった。なるほどな。それでタエに会いに来たってわけか。でもまさかこんなことになるなんて。みんな、ごめん、俺のせいだ。俺が妖怪ウォッチを使えなかったからタエを守れなかったんだ。妖怪ウォッチが使えないって前は使えてたよね。実は少し前からウォッチが動かなくなったんだ。ウォッチが動かなくなった？そんなことあんのか？もしかして壊しちゃったとか。いいえ、妖怪ウォッチが使えなくなった理由はそんなことではございません。何してそうな感じ。何？どういうことだ。はい、簡単なことでうっす。今の神様はウォッチを扱うにタルリキ領お持ちではないということですね。あ、そういうシステムだったの。常に妖怪ウォッチに試されてる状況なんだ。力量って、そんなこと言われたって。うん。何か原因があるのかな？真のウォッチのことも気になるけど、今は妖魔界に行く方法を探さないとな。よし！ここはもう一丁、おばばに聞きに行くか。一旦未来に帰ろうぜ。ちょっと、おばばはもしかして消えてんじゃないのね。でもおばば、妖魔界の生き方なんて知ってっかな。なんなら俺が教えてやろうか。お前は